で、ジャケット盗めだよな。てか、とりあえずジャケットがあるのはさ、ここっていうのは分かったけど、まあ、とりあえずこれをなんとかして盗むんだな。え、ダメなんすか？ちょっとダメなんすかね？ダメダメダメ、それを盗んじゃダメ。ああ、そうなんだ。これバレたからまずいのかな？アイテムを挿入。やってみっか。ほらや。でっか音。ちょっと待て。これはさすがに来るだろ。来た。いいね。なるほど。これをやらなきゃいけなかったのか。じゃあこの間に盗む。でかいな音マジで。オッケー。やめよう。オッケーオッケーオッケー。まずはジャケット盗むことができた。うるさーのカセット。マジであいつら監視されて正解だろ、本当に。ダメだろ、あれは。で、あとは、ヘルメットだけど、おそらくさ、こん中じゃねえの。でも、ここは入っちゃダメって言われるんだよな。あ、やっぱダメだね。あ、ちょっと待って、これは、いや、できないか。ちょっと待って。メタルギアソリッドできるのかと思った。え、これ。ラララルが戻ってきて、ここのボドボド書を補充してくれるのをずっと待ってるんだ。上司の機嫌が悪くてさ。もしあいつがバーで酔いつぶれるなら、酔いつぶれてるなら、別のやつを呼ぶよ。バーね。どこだ？あ。え？こいつ？もしかして。ちょっと待って、こいつか？寝てるわ。あ、いびきかいてる。ロボットでもいびきかくんだ。こいつをどうにかして起こさないといけないとかそういう話なのか。あ、ちょっと待って。いいもんがある、いいもんがある。これをさ、こうよ。ま、野良猫のいたずらだからさ。オッケー。いや、目覚めたかい。さあ、仕事に戻るんだ。オッケー、連れてきたよ。このクソ酔っ払い。連れてきましたけど。大丈夫じゃないですかね、これで。補充してくれないですか。お、いけそう。あ、ちょっと待って、これで、この中入って、やってくれるか。これで、さ、なんか運び込んでくれるとか、そういう話じゃないの。どうだろう。こいつ酔っ払ってるから、中身とか知らねえで。あ、やっぱ行ってくれた、オッケー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 。いいね、なるほど。あ、これで、メタルギアソリッドをやっていくと。メタルニャンコソリッド。オーケー、大丈夫。俺、ピースウォーカーなら履修済みよ。オッケー。この間に、ちょっとさっさと遊ろう、どこだ？これか？ん？こっから出れるって話ね。ちょっと待って。まずい！誰か来る。ちょ、さっさと中に入れ！ちょっと待って。ヘルメットどこだ？あ、あの上にあった、あれだ。オッケー。からこう行って、あれ？いけないでも、こっか？オッケー。あ、これだ。オッケー。盗んだ。よし。出ろ。さっさと出ろ。よし。オッケー。ミッションコンプリート、成功。この俺にかかれば、ヘルメットとジャケットなんて秒よ、秒。おい、これがジャケット。そしてこれがヘルメットよ。素晴らしい。このヘルメットで騙そう。着替えるから後ろを向いててくれないか。お前ら別に下半身露出してる奴らとかもいるんだから大丈夫だろ。おお。これはすごい。ちょっとウエスト周りがきついが完璧だ。ウエスト周り？いやでもお前ウエストに、ねえ、その履いてる奴はお前がもともと履いてた奴だろ。この箱に入ってチェックポイントまで連れていくから。はい。なるほど。ここでもまたこれやっていくの？まあ潜入に段ボールを使うのはね、もう昔からのもう常識当たり前。ゲームといえば潜入イコール段ボールよ。もうね、蛇がそうしてるんだから猫もそうするに決まってるだろ。さあ、通してくれ。大丈夫だろ。荷物検査とかないよな。ないよな。あ？あ。いや、なんもないっすね。無機物です。僕は無機物。オッケー！ザル！バカだ。工場で働いてるやつなんてこんなもんよ、マジで。大丈夫。俺も工場で働いてるか分からんもん。工場で働いてるやつなんてマジでこんなもん。OK。真面目な人がね、数人いる程度で、残りのね、なんか7割とか6割はバカだな、全員。
ちょっと待って。ちょっと待って。あ、大丈夫ですよね。大丈夫だよね。オッケー、ザル。はあ、機械までもバカ、マジで。あ、なるほどね。こいつが行き切った後で、あっちに向かえばいいのか。で、次は。この目をかいくぐれと。まずこう行くのはドアンテだと思うんだけど。うっ、バカ、危ね。いや、大丈夫、大丈夫。やつらザラだ、やつらザル。オッケー。これで、ちょっとさっさと箱の中に入って様子見よう。あの奥の扉だよな。オッケー。こう行きゃいい話でしょう。度胸で進め。あとはあの奥の光ってるところだよな、多分。こう行って、こう行って、こうで、こうで、こうよ。よし。で、これをガチャこよ。はい、開いた。素晴らしい。100点満点の猫。なるほどね。あぶねー。ふぅ。ガン見なんだけど。ガン見なんだけど、あれ。どうにかなんない。あ、いや、これもしかしてさ、影になってるところで行ってくださいとかそういう話？ OK。ああ！いや、違うです。よし、よかった。ぶっ殺されなくてよかった、本当に。殺されるかと思ったわ、マジで。OK。ふぅ。OK。で、ここも？ここもか。これ、裏通ってった方がいいよな。通ってって、ここは、ここ行って、よし。でよ。まあ、こっちの方行きま、ありゃー、細切れにされちゃう。とんでもねえな、あれは。よし、危ねえ。サイコロステーキにならないで済んだ。で、これか、もしかして、アトミックなんたらってのは、バッテリー。まあ、明らかに電気通ってるしな。なんか踏んで良さそうなやつあるから踏むと、こうなると。ああ、はい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 。オッケー。ってことは、なんかこれをどうにかするんじゃねえの。オンオフ。オンにします。おお。あ、ついてきてくれる。ありゃー。なるほどね。これで、こいつを一旦オフにして、よし。なんか、どこかしこう、この2箇所か、まあ3箇所全部か、オンにしないといけないって話。ここさ、ここやると、この下開くんだよ。ってことは、この間にドラム缶を、あっちまでやってって、3つ目完成とか、そういう話なのかね。これ、動かせるってことは、多分、あの奥のやつじゃなくて、どこか違う場所で止めておいてっていう話だと思うんだよ。で、ここになんかあるんだよ。二つ目が。どうにかしてここを開けたいんだけど、レバーがぶっ壊れてんな。ここ入れないもんなあ。あ、いや、ちょっと待って。入れないと決めつけるのはまだ早い。こいつをここまで持ってって、踏み台にして上から入れないか。って思ったんよ、俺は。入れるじゃん！なるほどね。こうやって入れてしまうと。二つ目ゲット。ここにこいつを設置して、ここに設置、ここでオンにすれば、手に入るんじゃねえの？めちゃくちゃガクガクするよ！オッケー。バッテリー、入手と。いやー、ちょっと、いや、違うんす。成功です。いや、成功なのかなこれ。早く、ミハリエが来る前に脱出しましょう。このバッテリーを来る前に渡しましょう。そうだね。さっさと脱出しよう。いやー、ちょっと野良猫のいたずらなんです。ちょっと、すいません。許してくれないですかね。じゃあ、ちょっと賢い猫ちゃんがね、バッテリー盗んだだけだって、本当に。まったく。そんな、大騒ぎするほどのことじゃないよー。よいしょ。
オッケー、でも脱出できた、脱出できた。これでようやく盗み出すことはできたからな。あれ？あ？今何が起こってるこれ？何が起こってるこれ？悪者が私のヴィンテージカードのコレクションを狙っていると思う。ん？何話してんの？自分の居場所で好きなことをやって何が悪い？あ、もしかしてこれ、ちょっと待って。クルメンさん、バレた。